よみチャンネル。皆さんこんにちは。よみチャンネルの地蔵です。ジンコです。ヨネオです。今日はこの3人でお送りします。よろしくです。はい、というわけで今回はですね、メインに立ってくるこの3名という形で、ヤラアユさんは初めましてですね。はい、こう一点でございます。こう一点でございますので、はいはい、というわけで今回はですね、皆さんに2月に、はい、もう重大な、そうなんですよ、ものが控えているということで、はい、読みチャンネルでもいろいろと発信していきたいと思うんですけども、キャンプシーズン到来ということで、読みタンソンには24年間キャンプを行っております中日ドラゴンズの2軍の皆さんがいらっしゃいます。イエーイ、はい、ということで2月の1日ですかね、にキャンプインという形になっております。で、はい、その2月の1日からキャンプがスタートするわけですが、はい、観光協会の方では毎年この2月に行っているあるイベントがあるということでございます。そうです、今年もやります、今年もやりますというよりは、コロナ禍でですね3年間お休みしてましたので、久しぶりに大々的にこのイベントをやっていきたいなと思ってます。それっていうのがですね、中日ドラゴンズファン感謝イベント、リッカリッカイチャビラ祭。イエーイ。はい、このリカリカイチャビラ祭、はい、ファン交流イベントという形で、そうですね、感謝イベントになっているということで、はい、これ日時は、2月5日日曜日、日曜日、はい、はい、場所は、これまでは平和の森球場の駐車場で特設会場を設けまして開催しておりましたが、今年はなんと平和の森球場のお隣にですね、ファンの皆様にも喜んでいただこうと思いまして、観光協会花の種を植えまして、コスモス畑をこしらえました。はい、コスモス畑というね、広い広い会場を作りましたので、そのお花畑の中で今回は開催しようと思っております。おー、すごいね。今一部ね、お花の方も咲いております。2月の上旬になると、はい、満開になると、満開いう形ですので、という計算を弾き出しておりますので、なるほどね、ぜひともね、今来てもこんだけしか咲いてないじゃないかというクレームは一切受け付けません。2月の頭に満開になる、計算で種をまきました。はい、なので1月ね、はい、ちょっと訪れた方、まあ、もしかしたら咲いてるかもしれませんが、はい、もっと見頃のね、季節が2月の上旬となってますので、そのリッカリッカイチャビラ祭、2月5日日曜日、はいはい、そのコスモス畑で開かれるということになっております。はい、でこれって、まあ、知らないという方もまだ、ね、多くいらっしゃると思うんですけど、どういったイベント内容になるんですか？はい、そうですね、毎年ドラゴンズのファンの皆様に向けまして感謝を込めたイベントなんですけども、このイベントの中ではいろいろと、ファンの皆様がお得になるような仕掛けもされております。ドラゴンズさんの方からですね、たくさんの、お金を出して買えないような商品、例えば選手の皆さんからサインをしてもらったボールですとかバットですとかサイン色紙などをですね、いただいておりますので、そういった商品がガラポンで当たる抽選会をやったりですね、でまたステージの方も用意してますので、ステージの上で、2軍の監督さんにいらしていただいて、ちょっとトークショーを繰り広げたり、そして今年のルーキーを、紹介するステージもあるんですけども、なんと今年のルーキー、皆さんご存知ですか、ドラフト1位の選手がこの読谷村から読谷村出身の中地玲也投手がいるわけなんですよ。はい、で今年読谷村のキャンプからスタートということで、その部分でも大いに大いに盛り上がっております。はい、で結構この中地選手のね、投手かの横断幕とか村内の方でもねたくさん貼られてますね。はい、僕らが作ったわけじゃないんですけど自発的にいろいろな応援ムードがですね漂っておりまして、もちろん、2月1日からのキャンプでも、そういった応援ムードも盛り上げていこうかなと思っております。はい、でこの、まあ、トークショーとかですね、まあはい、ルーキーの紹介という形もありましたが、それ以外もキッチンカーなどもあると。そうです、この祭り会場にはですね、読谷村内我々の観光協会の会員さんの、出店がございまして、キッチンカー5台、そして常設テントで、飲食を展開する店舗が3店舗とトータル8店舗この祭りを盛り上げてくれるために出てきておりますので、そこで、飲食などを楽しみながら盛り上がっていただいたらなと思っております。はい、でこれ開始の時間は何時からでしょうか？はい、朝の10時から夕方の16時頃まで頃まで閉会宣言されるまでですね
やっていきたいなと思っておりますので、はい、ぜひね、中日ファンのみならず、ね、はい、コスモス畑もね同時に咲いてますの で、それを見に、ね、はい、いらした方もね楽しんでいただけるようなイベントになってます。キャンプを見に来ていただいて、このイベントに立ち寄っていただいて、でお花畑で写真を撮って、美味しいものを食べると、この日はぜひ読みたそうね。はい、というわけで、でお隣お二方にもねちょっとお話、今日一回も喋ってないので、はい、ジーコさん、はい、はい、ね、元野球選手、そうですね、野球部、はい、野球部ということで、なんかドラゴンズのね選手で注目してる選手とかいますか。やはり中地礼也くんは選手は注目しているんですけども、私の野球やっていた頃は根尾選手が大フィーバーしていたところで話を聞いておりまして、実はなんか調整のためか2軍スタートと聞いておりますので、これ言っていいかどうかわからないんですが、はい、根尾選手を注目したいと思っております。で今回ピッチャー で、ね、でね、ネオさんで野手ではなく野手でピッチャーとしてのキャンプ参加になりますので、そういう形で、そこはまた注目かなと。お、結構ね、はい、2軍キャンプとはいえ、ね、こういった注目選手も、ね、集まっている読谷キャンプでございますので、はい、で新人ですね、今回予備チャンネルドラフト1位はい、はい、やらあゆさん、はい、はい、なんかイベント自体はね去年も、はい、参加しました。どんな様子でしたか。ちょっと寂しかったんで、今年はいっぱいね人に来てほしいです。はい、以上以上はい、以上以上、はい、でぜひね皆さんもね、こういった形で2月5日日曜日ね、来ていただければと思いますので、はい、ぜひ、まあ、このチャンネルにもね概要欄の方にマップの方貼っておきますので、そちらご覧ください。ま、もちろん2月1日からも、平和の森球場ではキャンプ開始してますので、そこでグッズ売り場でしたり、飲食店の展開もしてますから、ぜひお立ち寄りください。はい、ね、読みチャンネルメンバーに会いに来たい方はそちらの方にもね、顔を出していただければと思います、はい、本日の動画はこれまでです。また次回の動画でお会いましょう。バイバイ。バイバイ。